皆さんこんにちは、2センチです。刺激回避続きから遊んでいきましょう。前回は前回も楽しかったです。動画を見てください。日付が空いてちょっと忘れかけてるってことはちょっと言えないな、あんまり。じゃあ15番からやっていきましょう。君のぬくもり、ちょっとこれはいいんじゃないの。さあ最終的にね、刺激くんはこのギャルの子か、あの清楚系の女の子、どっちを選ぶんだろうね。あ、椅子が、あ、ね、あ、びっくりした。椅子、そっか、使われてんのか。座るわ。空気椅子。空気椅子。先生、なんか言ってよ。いや、これ、先生ちょっとなんか言って、あと黒板なんか中途半端に消されてんの、すごい気になっちゃった、それ。中途半端に消されたまま先生授業してたよね、今。どういうこと？黒板消しゲット。手伝うよ。うん。これで女の子からの好感ゲット。好感度上がったんじゃない？あれ？あとは何？ここの声見るか。僕の椅子が女子に使われている。嫌じゃないけど、ないと困る。おい！話しかけました、女の子に。あー、楽しそうに話しとる。気まずい。失敗か。ちょっとぬくもり感じたいから、早めに椅子はね、ゲットしておきたいですね。この、どうすればいいんだ？まあ、とりあえず、黒板でこう消すのは多分意味あるよね。あ、これで座るにしてみる？これで先生なんか気づいたりしないかな？先生、なんかここに、ねえ、ここになんか椅子あるんですけど。ちょっと、これはね、先生にも問題ありますよ。だいぶ。多分だけど。だいぶ問題あるよ。このさ、椅子もらっていい？この椅子。あ、これ消してさ、わかったぞ。これで椅子。やったー。これで、ん？これを渡すんじゃないのか。あ、こっちに座ればいいんじゃない？あ、ごめんごめんごめん。ちょっとごめん。いい子すぎて。ちょっと待って、いい子すぎて。え、この子良くない？え、この子マジでさ、あ、ごめんねって。勝手に帰っちゃってごめん。わかった、これに座るね。みたいな感じでしょ？え、惚れるて！惚れるて！はい、クリアしました。じゃん。あと一個か。いや、多分あの椅子がね、関係すると思うんですよ。あ、あの椅子で授業を受けるんだ。わー、天才家庭、天才家庭。椅子がないです。じゃあ、黒板で消して手伝うよ。そっか。いや、待って、この子の、あれだ。よし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 、こうやって座る。来た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 。授業受けれる？いや、先生、これなんか言ってよ。授業受けにくいよ。あ、尻尾張ってる。ごめんね。そっかそっか。腰痛めちゃったか。じゃあ、16番やるか。刺激的な表紙。確かにこれは。あ、またうふふな本置いてある。じゃあ、ちょっとエンドは4つですね。OK です。うふふな本。うわ、グラビア。確かに刺激的だ、これは。ちょっと、心の声見るか。買いたい本の表紙がちょっと恥ずかしい。店員さん女性だったら嫌だな。あー、ガンマが欲しいのか。何これ、何これ。何これ。スロットゲームみたいなの始まった。なんだこれ。これにするわ。お、オーシャン？オシャン？オシャン？あー、つまんねえわ、これ。みたいな感じ。つまんねえっすわって感じか。なるほどね。じゃあ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、ガンマがね。いや、でも、このキスっていうのやりたいな。このゲーム何？マジでなんだよ、これ。あ、うふふふって。ガンミ。あー、これは恥ずかしいね。女性の方だったもんね、今。スカート履いてたもん。ガンミされてたな、今。うわ、あんなの読んでるって。まあ、今頃、この年頃のね、男の子って感じで、私は別にいいと思いますけど、いいっていうか、まあ、見られるのはちょっと恥ずかしいよね、でも。興味は湧くのは仕方ないと思うわ。あ、男じゃん、男じゃん。ちょっとおでん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 。いやいや、お会計するよ。ん？なんか来た。あー。しかも可愛い。気まず。いや、女。いや、なんで本だけ置いた。なんで本そこに置いたんだよ。店員さんの手を煩わせるんじゃないよ。いやー、難しいですね。店員さん、なんかね、あれだね。あれが来てた。あの、パンとか、惣菜とか、ね、トラックで運ばれてきたんだろうね。こっからどうする？あ、こっち行けるよ。ん？ピンポーン。あ、入ってきた。あ、店員さんが。
あ、嫌だなーってなってんな。あ、なんだ、おでん。おでん。おい、おでん食らえ。おでん攻撃。ちょっと待って、おでん、おでん、おでん。おでん。え、あ、蓋開いたよ。これにおでん入れよう。バイトじゃないんだよ、私は。うわ、おでん食べたい。なんか夏に食べる冷やしおでんとか最高じゃない？いや、私はなんか熱いおでんでも好きなんだけどさ。みんなおでんで何好き？あ、なんか手打てる。あ、ヘルプお願いしますってことか。私はおでんで一番好きなのは三角のこんにゃくです。あ、お会計いきましょう。お願いします。これで無事に買えたね。まあちょっと気まずいよね。中身の、なんか付録とかが気になるのかな？多分この女性には興味ないんだろうね、表紙の。言い方悪かった今。よーし、無事にね、クリアしました。じゃん！よし、全部エンド回収。じゃあ17番。二人三脚プラス1。あー、はぶられた。はぶられたっていうか、奇数なのかな、クラスの人数。そっか、先生と組めみたいな感じなのかな。じゃあまあ、心の声。どっちのグループに入ろう。え？あ、二人三脚だよね。待って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 。じゃあこっち、まあ女の子の方がいいんでね。うん。か弱い女の子と走るとちょうどいいんじゃない？なんか嬉しそうだな。やっぱでも恥ずかしいよね、ちょっと。ああ、メガネ割れた。メガネ割れた。ごめんね、ちょっとちょっとさ、いろいろモンモンしちゃって、考えちゃっていろいろ。じゃあこっちにします。いや、なんかガチ勢っぽくない？ガチムチなんだけど、筋肉すごいね。これはちょっと、え？違う！思ってたんと違う！身長さ、あ、これダメですか？いや、僕何も悪くないでしょ。お前らしょんぼりすんな。しょんぼりすんな。え、これ悪くないよ、私。ちょ、待って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 。ここの声見た。あー、そっか、どっちのクループに入ろう。なんかもらえるのか。え、なんかアイテムある？え、写真撮る？定期的に写真撮っちゃう。さらに右行けるとか。いや、あるある。さらに左行ける。ないのか。え？え、みんな困ったよ、これ。困った。写真、また写真撮っちゃった。メニュー。え、ないよね。え、ちょっと待って、本当にどうしよう。これなんか、あ、分身しそう。ほら、分身しそうじゃない？みんな。来たやっぱり。はい、これでいきます。え、どういうこと？高速で動いてんのかな？三つ子かと思える。さすがに同じ人だから、一人で走ってんだろうな、これ。なんか異次元だな。こいつの新しい能力を見出してしまったね、私が。やったー。よーし、無事にね、クリアしました。さすがにシールは全部集めたよね。じゃあ、7番。7番、なんで？なんで7番って言ったの？怖い。18番。ブラックは大人の味。コーヒーか。みんなで、あそこに行ったの？なんて言うんだっけ？ここ、ロッテリア。ロッテリア。あ、見て、サウンドの隣にベルがあるぞ。これは気づいたの偉くない？かっこつけてんな。僕はブラックでいいんですよ、みたいな。このメンツか。わ、でもちょっとこの赤シャツのやつとさ、このギャルっ子ちょっとお似合いじゃない？わ、悔しい。あ、なに？あ、砂糖とミルク。入れよ。入れようよ、砂糖とミルク。あ、ミルク入れてやるよ、俺がって。あ、俺がじゃない。私が。はい。どうせ飲めないんでしょーって。僕はブラックでいけるんです、みたいな。え、そんな拗ねなくても、そんな先に帰るほど拗ねちゃったのちょっと正確に難ありじゃない？そんな拗ねることないじゃん。まあ、勝手に入れたのはちょっとあれだけどね。そっか、じゃあダメだね。この子は？この子は？メニューは開けない。じゃあこのまま飲んでみようか。本当にブラック飲めんの？無理なんじゃん。なんで？強がったのなんで？飲めないのに、この向かいの女の子にミルク入れられるのは嫌なんだ。そっか。じゃあこのベル呼ぶ？これ。ピンポン押してみました。どうなる？メニューで、何頼んだの？あ、アイスか。あ、このコーヒーとアイスでね、ごまかして。これで飲めんの？雷すごい怖い。いいのかなそれ。強がってるじゃん。まだ学生なんだから強がる必要ないよ。大人でも飲めない人いるしね。まあ、無事にね、クリアしました。じゃん！おー、シールも集めた。じゃあ次行くか。あ、
22エンド1個しかないよ。これあれじゃん、またあの走る系のゲームじゃない。じゃあ19番、話すきっかけ、あ、清楚系。え、やっぱこの子のこと気になってんの。いや、あのギャルの子もすごいいい子だけどね。あの子は赤シャツの子ってこと？いや、気になるんでしょ。赤子の声、話しかけるチャンスだけど席は空いていない。なるほど、お前前避けろちょっと待って近づくだけ近づいて、うん、爆笑ギャグ、行く行くしかねえ。避けてくんない？え、ダメか、この子に話しかける。ちょっと待って、なんか瞬間移動するのやめて。これは呪いの本、呪いの家か。これは保健体育保健体育なんでピンクなのねえ。え、別に何もできないな。これ読む？保健体育の本、保健体育の本読む？え、別に何もできないぞ。あ、本変えた。あ、その本面白いよねって。あ、私も読んでるみたいな感じか。あー、やべえ。あー、近づきにくくなっちゃった。なんかあの子結構自分から話しかけるタイプなんだね、あの子。じゃあ、この保健体育を読んでください。恥ずかしい、恥ずかしい。あー、そっか。爆笑ギャグは。もう爆笑しちゃうんじゃない？そんな面白いこと書いてんの。あ、すいません。あ、怒られちゃった。出て行きなさい、みたいな。あ、なんかごめん。完全に私が悪いわ。よし、開いたね。じゃあ、保健体育の本読みます。おーっと、これは、おーっと、どうなってんだ？これは、これ。そんなさ、なんか、すいません。そんながっつくほど、なんかあった？保健体育。そっか、こういうのでテンション上がるのか、男子は。探偵喫茶1。なるほど、これを読めばいいんだね。話すきっかけ。じゃあ、呪いの本読む？これも怖い。あー、怖い。ダメだったか。やっぱり、あの、爆笑ギャグだったらいいんだろうな。うん。気になる？これ、そんな面白いの？はい、帰っていった。あ、じゃあ、呪いの本持って席についてみる？呪いの、お、呪いの本じゃない。毎回間違える。呪いの家。怖い。あー、ごめんね。そんなに。え、読んでみたくない？ここまでさ、ガクガク震えるほどの怖いのがあるってさ、怖い本読んでみたいぞ。じゃあ最後エンド行きましょうか。多分あのこの探偵喫茶1を読めばいいんだろうね。じゃあまずこの爆笑の本で、爆笑ギャグなんか表紙は全然面白くないけどね。爆笑ギャグって言って、あの笑ってる顔文字全然面白くないよあそこは。じゃあこの探偵喫茶を持って座ってみるか。これで、あ、私も読んでるよそれって。あ、この女の子は2を読んでるのかな。それ面白いよって。1読み終わったら2貸してあげるよって。ちょっと嬉しいね。これはもう両思いです。 ありがとうございます。よし、無事にねクリアしました。じゃん、オッケーオッケー。お化け屋敷20行きましょうか。エンドはね5つありますね。なんか女の子と言ってんな。うん、なんかやだ、BGM 変わった。ここの声見る。うわ、女子とお化け屋敷、怖がらず出口までエスコートしたいけど、走っていったな、あいつら。このまま進んでみる。あー、待ってー、怖いね。いや、ビビるし、恥ずかしいし。ドン引きじゃねえか。あ、待って、この子あれか、下着屋さんでさ、なんか下着屋さんの前でバッタリ会ってドン引きしてた子か。でも一緒に行ってくれんの嬉しいね。なに、人玉消える。消えたよ全部。ああ、あ、バレちゃいましたかみたいな感じで。じゃ、このまま進みます。よし、第一関門突破です。え、なに、後ろになんかいた、後ろになんかいた。あ、やばい、助けてあげなきゃ。助けてあげなきゃ。あ、でもいいや、このまま進もう。いや、最低。めっちゃ切れてる。そりゃ切れるわ。ここちょっとエスコートして少しでも、え、しげきくん、かっこいいって思わせたいよね。よし、これで、2コマ目っていうか2ステージ目のあの六六首はどうやって対決すればいいんだろう。てか、あれどうやって作ったの？ね、この六六首何？これ作りすごすぎでしょ。あ、かわいそう。ごめんね。じゃ、これ、なんだ？扉閉める。あ、ダメだ。これだと危ないんじゃないかな。いた。あ、大丈夫？板でさ、この隣にあった板で、なんかドア開けれないようにさ、
やった方が良かったんじゃない？よすよす。なんだこれ？火をつけるのか？なんだこれ？え？あ？は？なになに？なんだ？どういうこと？あ、全部に火を灯せばいいのか。あー、なるほど。あ、待って、間違った。これだとダメだ。ダメだ。あー、ダメだ。なるほどね。一番長いやつから火をつければいいってことか。こうやって、こうやって、こう、こうかな？いいかな？よし、来たー！ちょっと突然の謎解きやめて。あ、これで鍵開ければいいのか？大丈夫かな？ゴールか？突然の謎解き要素。あ、はあ、大丈夫だね。大丈夫か？待って、あの二人何？え？え？ちょっと待って。あの二人まさか、霊だったんじゃない？本物の。ちょっと怖い。いや、この女の子、ケロッとしてんの何？いや、待って、最高なんだけど、この二人。ちょっとお似合いかも。よーし、クリアした。じゃん。あと二つか。二つ？待って。ちょっと探してくるわ。あ、ドア開けたまま、助けようとしたら、来ちゃうのか。いや、これ、作りすごすぎない？何この作り。え、でも、本物のお化け、屋敷になってない？本当のお化けが登場するみたいな感じになってんじゃん。待って、ここはまあ普通にクリアしていきますよ。ちょっとさ、なんか2回ぐらいステージ攻略しに行ったんだけど、全然わかんなくて、ちょっとヒント見ちゃいました。ろうそくの部屋でカメラを撮るといいそうです。わかるか。え、カメラのボタンもしかして変わってるのかな？あー、全然わかんなかった。悔しいな。しかも金シール、やっぱりちょっとむずいね。そう、じゃあちょっと最後のステージまで行ってみましょう。よし、来た。え、カメラのボタン全然変わってない。ここに写真で、あ、いない！やっぱり幽霊だったんだ。これが多分、最後のシールですね。まあ無事、クリアしたってことで。鍵をゲットして、そっか、やっぱり幽霊だったんだ。え、しかもさ、普通の遊園地にある、あの、テーマパークにあるさ、お化け屋敷でさ、ガチのお化け出んじゃねえよ。心霊現象起きてるって、お遊びのつもりが。この女の子もヘラヘラしてんのなんで？明らかにうちらが先に出たのにね。まあでも、よし！怖すぎ。イェーイ！クリアしました！じゃあ、21番。シークレットミッション。やっていきましょう。シークレットミッションってなんだ？あー、なんかこの、ケースって書かれた、この、ちょっとね、いい本。うん。男にとってはいい本をどっかに隠さなきゃいけないってことね。ベッドに隠そう、ベッドに。お母さん、ノックしてくれるの優しくない？あて、隠せない。あ、心の声。こんな時にお母さん、急いでどこかに隠さないと。まあ、これは隠すしかない。ゴミ箱の中、これ何？ B。B か ?8？ なんだこれ。え、どこに隠すの ?3。なんだこれ。え、何？暗号。これ、オレンジは5だしね。どういうこと？なるほど。え、他に隠す場所ないの？あ、ごめん、本取っちゃった。この中に。あ、なるほど。これバレるよ。お母さんってさ、変に勘いいときない？あー、取り込むわよ、みたいな。お母さんも顔、固まったまんま、手離しちゃったね。え、それってその、みたいな。じゃあ、この本をゴミ箱に入れる。よし。ゴミ捨てに行くんじゃ、タイミング、ああ本が、あ、僕のエロ本が、行っちゃった。でも、つまりそういうことでしょ？君の大事な本は私が死守してあげる。外に今だけ、なんか、捨てれたりしない？無理か。あ、しまった、ミスった。ゴー。アロマフュージャー絶対使うじゃん。あ、あった。あ、待って、この中に隠すんじゃない？来た。これバレないよ。え、これ、引き出し開けられることある？え？あ、よかった。あ、これバレないじゃん。これも成功？え？なんで開けたの？お母さん。え？ちょっと今のはわからん。もう最後、正解導きましょうか。まず、最初5だよね。1,2,3,4,5。5を、アロマの、この加湿器。これを、オンにすると、お！
なんじゃそりゃ。面白。2。で、次、黄色が、黄色どれだっけ？あ、これか。3、3、8ね。オッケーオッケーオッケー。3、8やります。1、2、3、8。よし。これで開いたか？開いた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 。あ、間違った。これで、これで、あと、ブ。これに隠して、これで、うん、これ、ガチャガチャって、数字的にガチャガチャってやれば。この4桁のさ、暗証番号付きの引き出しめっちゃ良くない？こんなの本当にあんの？私、勉強机持ったことないからさ、わかんないんだけど。ちょい、やめてよ、お母さん。なんで、なんで、なんで？なんで、お母さん。なんか隠してるんでしょみたいなノリで来たの。やめてよ、お母さん。ちょっと、ねえ、ちょっとズカズカ来ないで、僕のプライベートに。恥ずかしい。よし、シークレットミッションクリア。じゃあ本日、あ、全部カード埋まってたんだ。じゃあ最後22番、刺激ラン2行きましょう。あ、この途中でさ、ミニゲーム入ってくるのめっちゃいいね。あ、ゴールドな本ゲットしたいな。よし、よし、よし。あ、めっちゃミスった。これはね、多分普通にクリアすればいいんだと思います。うん。エンドが1個しかないんでね。あ、ゴールド。3点だと。いいんですか、3点も。よし。なになになに、剣振るうな。剣振るうな。うん、危ない。よし。よし。ちゃんと待って。全部ゲットしてる。待って、ここひょっと。一瞬ね。19冊。あれ？ 20 冊じゃないのかな？ 19 なのかな？え、1冊どっかに落としたか？あー、でもまあステージクリアしたからいっか。やった。あ、これ金ピカの本ゲットしなかったら多分、ステッカー手に入んなかったんだろうね。やったぜ。クリアした。よーし。じゃあ、シール見るか。今日はここまででね、終わりなんで。どこまでやった、見たっけな。どっからだったっけ？どっからだっけ？これかな？話しかけづらい。ここだ。筋トレ中。空気椅子は辛い。小さすぎた対象。腰痛めたもんね。話せばわかる。いや、この子本当にいい子だよ。今までのステージでさ、分かっちゃったよね。あ、超違うんです。やっぱりそういう系の本なんだ、そのピンクのやつは。ビビって買ってしまった。表情見ないで。だから裏面見せてさ、ピーしてもらえば、裏面にバーコードあるじゃん、大体。同性の安心感。同じメガネだしな。煩悩。戦力外。秘技、分身。こんな能力持ってたのか。まだまだ子供。可愛らしいよね。飲めるのに。これはちょっと意味わかんない。ダメだよ。友人関係崩れちゃうからさ。まあ、わかんだけどね。ちょっとだけ気持ちは。交互に飲めばいける。悪夢。人体の不思議。人体はどこに不思議を持ったんでしょうかね。蚊帳の外。時間よ止まれ。これ幸せだわ。ダブルでびっくり。あさき、これ最低。近い近い。あれいない。ひんやりするのは気のせい。安直。なんでそこ開けたの？さよなら青春。また買うしかないね。めくりめくられ。プライバシー保護。レア物ゲット。もう最高なんだろうね。女の子のあんなことやこんなことまで知れちゃうんだろうな。じゃあ次回23番から。あれ3つしかステージない。と言っても、エンドが多いね。あ、待って。あ、次回で最終回なのか？あ、返事の手紙。うわ、これ気になる。わ、でもエンドが多いから。まあでも次回で最終回かもしんないね。ちょっと攻略数が多いですか？楽しみですね。じゃあ、次回の動画でお会いしましょう。よかったらね、チャンネル登録、高評価、あとコメントとかね、いただけると励みなので、よろしくお願いします。グッバイ。じゃねー。